私はボンボン行動学校の教師グッピン。私は研究が大好きでいろんな薬剤を作っている。そして今回開発したのが死んだものを生き返らせるという B ウイルスである。やっと完成した。だがこれを試すには死人が必要や。よし、明日校長先生に相談してみよう。ああ、今日まだ水曜日とかありえない。ありえない。ああ、だるだるいわ。何これ何これ。何これ薬かな。いや、見たことないね。触らない方がいいんじゃない。はぁ、何ビビってんの。ウケんだけど。あっ、やっぱ全部こぼしちゃった。あ、やばいやばいやばい、どうしよう、どうしようどうしよう、やばいよ。え、どうしようどうしよう、どうしようどうしよう。あ、なにこれ、あ、煙が、あ、なんだよこれ。え、りっちゃん大丈夫。りっちゃん、りっちゃん、おはようさん。な、なんや。でも、噛まれんかったらええ話や。おはようございます。な、なんじゃこりゃ。先生、これは一体何ですか。 B ウイルスが原因で、両元のりっちゃんが感染してしまったんや。 B ウイルス、何なんですかそれは。説明してる暇はない。もう噛まれたら終わりや。え、何ですか。噛まれたらどうなるんですか。噛まれたらこいつらみたいにゾンビになるんや。どうすればいいんですか。中和剤を作り、あいつらを元に戻すしかない。俺が今から作ってくる。お願いします。あれは、あいつ中和剤を作らなあかんねん。こんな会話する相手にゾンビに噛まれてしまうぞ。いや、もうやばいよ、もう早く。もう中和剤作らなあかんねん。あかんよ。どうしよう。怖い。もう小林くん見えない。わしも今から俺が、あ、先生、ゾンビがすぐそこに。俺が行くから。先生、はい。あ、先生、封鎖されてもうた。封鎖された。閉じ込められた。とりあえず机のところでバリケードを作りましょう。うん、俺がおとりになる。しばらく動けませんね。せやな。はい。先生、どうしました。いや、なんでもない。ああ、うん、大丈夫。この野郎、ほぐしてかい。よし、ほぐしてかい、この野郎。
よし逃げましょう。はい、それで逃げましょう。やっちかう、私を殺しなさい。え、先生何言ってるんですか。早く逃げましょう。もう手遅れなんだ。そんな私はもう手遅れなんだ。あいつらのようになってしまうんだ。なんて先生、そんな私は人間のうちに殺してくれ。できません。先生、化け物なんかなりたくない。殺してくれ。頼む。僕には先生を殺すことはできません。そんなことやったらいいわ。先生やめてください。俺は何とかして逃げた。しかしこの世はもうすでにゾンビだらけの世界だった。もうこの世界は明日も生きられる保証はない。この学校がこの世の終わりの始まりだった。